松田美由紀さんにお伺いしようと思いますが、先ほどお話の中でもその若者たちをそっと見守るっておっしゃってましたけれども、伊藤敦さんのお母さん役で実際にこう演じられてみての感想ですとか、あと若者たちに何かこう人生のアドバイス、この映画そういうところもあると思うんですよね、もしございましたらぜひにと、アドバイスはちょっとなかなかあれなんですけど、あのお遍路さんであの回られてあのいらっしゃる方々がすごく多かったんですね、撮影中に。で多分自分がお遍路としてじゃあここに来ようと思って行ってざわざわと撮影してたらどんなに嫌な気持ちがするんだろうっていうふうにやっぱり一部分はすごく思ってまして、それでなんか私すごく気遣っちゃって、あのお遍路で来る人にすごくいろいろ説明したりしてたんですね。それで人だかりになったりなんかよくしてて、みゆきさんなんかすごい、みゆきさんの周りに人が集まるんですよですごくこうなんかね雑談世間話みたいなのすごいされてて、だからその永福寺の雰囲気すごい良かったんですよ。だからその永福寺をすごくこうなんていうの、変なとこだってふうに逆にね思われたらすごい私たちのせいで思われたら困るなとか思ったりして、もう遍路で来られる方々にみんなあのなんかあの話したのは覚えてるんですけど、まあ、あの若者ですか、若者はですね、何ですかね、やっぱりそのなんていうの、哲学っていうんですか、こうしようっていうふうに決めることっていうのは、あの頭で決めるだけでも実はすごく有効的で、すごく頭で考えたことは実は一歩進んでるっていうことだと私はいつも思ってるんですね。で想像してこうしようとかああしようとか自分の人生をこう決めようっていうことだけでも十分には私は一歩進んでることだと思ってて、だから若い人たちはたくさんこう哲学をね、あの持った方がよろしいんじゃないかなと、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。でも白川さん、そういうふうにね、あの松田美由紀さんが結構気遣ってくださったって嬉しいですよね、お寺に関しても。そうですね、実際本当すごく気を使っていただいて、巡拝者の方も温かい雰囲気の中でできたんですけれども、逆に言うとこの映画で四国遍路を知る人もいっぱいいると思うんですね。だからすごくこう紹介者としての面というか、あのこの映画だから伝えられるお寺のこととか仏教のことっていうのも、例えば今日ここに集まった人は何も関心がなかったかもしれないけれども、今日知る人もいると思うんですね。だから多分そうですね、あの仏様は許してくれるんじゃないのかというふうに思いますけどね。ありがとうございます。そして一世尾形さんの佇まいが本当にその風景に馴染んでいて、ちょっと私も心が穏やかになってしまうぐらいだったんですが、役をいただいた時って、ね、どんなお気持ちだったのかってことと、何か意識されてたことってございますか、あそこの現場で。あの先ほどあのお坊さんの立ち姿っていうのはすっとまっすぐしてますから、それと真逆すっとしてないなみたいなねそんな体つきで、まあ大地と共に暮らしているお百姓さんの役ですから、その辺から体を改造してみたいな、そんな風にして伊藤さんと並んでる姿が絵になると面白いんじゃないかなと思って、でも伊藤さんがどんどん、まあ、お目付け役みたいな役なんですけれどもね、いろいろと耳の痛いことを言うんですけれども、伊藤さんがどんどんね本当のお坊さんになっていくんですよ。これはリアルに感じたんですね。あの役でやってるとかそういうことじゃなくて、だからまああの映画をご覧になっていただければ、こう時間が進むとともに、いろいろ僕も変化し伊藤さんも変化していくっていうね、その辺がこうやってよかったなと思いますね。パッと出てすぐ引っ込む役じゃなくてね、割とあのポンポンとね長時間にわたって出演してるんでよかったなと思いましたごめんなさい、わけわかんなくて伊藤敦さんいかがですかね。いや本当に役お芝居としてもすごくこう助けていただきましたし、すごく嬉しかったのが、あの最初前半ちょっと一世さんとご一緒して、で1週間か10日ぐらいちょっと間が空いて一世さんとちょっとお会いしなかったんですよ。でそれ1週間10日ぐらい経ってまた一世さん現場に来られて、で僕はお芝居してない時に待ち時間に普通にこうやって立ってただけだったんですけど、なんかその背中を見てなんかこう本当にお坊さん
みたいになられたねっていうのを言ってくださったのが、僕は今でもすごい今まで褒められた中で本当にもう3本の指に入る嬉しさというか、なんかそのお芝居を褒めるとかじゃなくて、ただ待ってるだけの時間を褒めてくれたというか、それはなんか本当にちょっと感動しました。はい、どうもありがとうございます。行ってよかったありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では最後にいよいよ上演になりますので、伊藤敦さんにマイクを渡します。はい、皆様ありがとうございました。皆様もご協力ありがとうございました。お面も外していただいて結構でございます。ありがとうございます。では伊藤敦さんから、はい、メッセージお願いします。なんかすっごい変な場所からになっちゃって本当にすいません皆さん、本当に今日はありがとうございます。本当にまあ、お坊さんのお話ではあるんですけど、皆さん誰にもこう訪れる繰り返される日常の中に本当に一度訪れる死であったりとかですね、生きることであったりとか、本当すごい魅力がたっぷり詰まっている作品になっていると思いますので、今日見ていただいてもし面白いと思ってくださったらですね、ぜひですね携帯の LINE とか、あとブログとかツイッターとかでガンガンですね、僕は坊さん面白かったとどんどん書いてもらえば、ちょっとこの作品すごくいいスタートを切れると思うので、本当に見てもらってなんぼだと思っているので、本当に僕たち の温かい思いが詰まった映画です。今日これから上映だと思うんですけど、皆さん最後まで楽しんでいってください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。